おー、いい日ですね。はい、こっちですね。あー、28。一番すごいな。いや、大丈夫です、大丈夫です。28番。ピーマッ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、おはようございます。平天くんでーす。本日は京都府京都市、上京区にございます、キング千本店さんに来てます。ということでね、前日平天くんの撮影でお世話になったこちら、キング千本店さん。本日はね、回転くんで、寝台、エルカセブン狙いで、行ってみました。どうぞご覧ください。ピッサーの音楽が流れております。爆笑です。俺に何を求めてるんでしょう。はい、西田島、はい、そうです。はい、番組違うよ。はい。さあ、どうしよう、座れるかな。僕の前に26人いて、そのうちの2人はパチンコ行くんで、あれどこだっけ。ああ、取れないか。やっぱ無理だな。取れませんでした。化け物、あー、化け物も取れない。まさかこの音楽を流すとは思わなかった。意表を使いましたね。どうしよう。まあ、エウレカがいたらエウレカ打てるかもしれないからね。エウレカの近くで行こう。これで行こう。勘です。はい、ということでエウレカセブン、そして化け物語がね、取れなかったんで、取れなかったんでって言ったら北斗の拳転生の章に失礼かもしれないけど、取れなかったんで転生の章行きたいと思います。おだわりパッチャース。番組として成り立つんだったら、あくまで打たないとかね。エウレカセブンが、っていうのもありなんですけど、まあちょっと成立しないかな。立ち回り番組じゃないしな。あ、いたかな。あ、いた。なげねえか。しょー、いやー。はい、ということで2代目も、北斗の拳転生のショー、結構朝一学訓チェックしてる人が何人かいたんですけど、まあ、僕も3台ぐらい回したんですけどなくて、あの設定変更後に回されてたら意味ないんで、なんでもう1台ちょっと打ってみたいと思います。今日はねプラス2000枚出したいんですよ。そしたら明日ボートに乗れる。はい、500枚目。いやー、おー、一発でいったよ。セカゾース。だけど、ヒューイ。行ったら嬉しいな。あ、行った。お、やったぜ。もう頑張ってよ、けんちゃん。おじゃう、おじゃう、おう、あーはは、行ってくれや。
手派兼六いかないか。はいだね。700枚目です。よしやった、いいよ。ここで行くなよ。だねー、すいませんね、もう散々転生のショーを見てきてると思うんですけど、座れなかったんだから、あ、大変プライベートで申し訳ないんですけど、もう2000枚出したいだけなんです僕は。よし、やったやった。やっぱここでね、レア役を引けるか引けないかでね、この安倍氏そうね、いっぱい増やせるか増やせないかでやっぱ投資が全然変わってくるんで。よし、いや行かないね。あ、一応赤になりました。まあでも赤でもダメなときはダメだからね。はい、ダメでした。キングを倒すか。おい、セカ倒し。さあどうだ。まあいかないね。はい、よし、991でもいかない。てかどーし、これは1050枚目だ。できれば1000枚以内に当てたかった。これで3000枚以上出さなきゃダメだ。てかどーし、おーすごい。さあ増やせ。でしょ、あ、外れてくんねえかな。何負けてんだよ。当たりました。200いくつ安倍氏で当たりました。投資が1350枚。あおう、おお、狙え。さあ何色だ。緑、攻めて赤いってほしかったな。やりました、ハロー。波動か、激闘が良かったな。一個もたまんねえ。死んだな。食べてねえよ。お願いします。お願いします。ダメだった。いやースペシャルバトル行ってほしかった。順調に4号、1回ぐらい勝てるかな、7個あれば。
やられた。ストレートに行かれた。残念。13、よし。とりあえず点を。はい。よし。よし。はい、やりました。行ったっしょ行ったっしょ行ったっしょ、よし。よし、あーダメか、じゃあ終わった。そして伝説とともに出玉も、あーダメか、出玉もなくなりました。追加投資。この子短髪だと思ったんだけど、長いよね髪の毛。肩に毛がある、ここら辺に。女の子なんだ。そう、男の子だと俺はずっと思ってたんだけど、よく見たら女の子なんだね。知らなかったよ。追加投資1500枚目ですね。追加投資やばいね。2000枚出すところが2000枚なくなっちゃうよ。おう、ケンハウ、こんなになってた、こんなになってた。50、500ぐらい行けばいいのに。150なんで894。残念。よし、おい、1000超えました。はい、1081。はい、どうだ。当たんねさあ、前回よりも深いアベスということで、どうせだったら天井まで行ってほしいけど、まあなかなか振り上げやすいんでね、行かないと思いますけどね。まあかといってね、諦めないで望みを持って。どうだ、まだいるか。おいた、ロッキー。1388。よしよし、手が出し。おお、天は赤でもね、外れることあるんですけどね、1415の赤ですからね、ちょっと分かんないな。85、あー、お、90、お、やった、よしよしよし、さ、これよし、がぜんやる気出てきた。よっしゃ、来た。2000枚目よし、いった。1521いった。
ました。よし、じゃあ後でなんか食わしてやるよ。待ってろ、今からいっぱい出すから。まあどうせだったら最大テンションいっちゃってもいいんじゃないの。あ、当たっちゃうそこで。はいはい。手が当たって。はい。やりました。当たりました。1528アメシです。かなり薄い振り上げでございます。 0.23% しかないという振り上げを、これで AT レベル3、4が確定してます。3は4。いきなりまあいいか。何色、うん、青です。青でもいいよ。よし、いざ勝負。さあ、いくら AT レベルが高いとは言ってもここで勝負玉を貯めないとまずい。いや、もう20ゲーム消化しちゃったよ。やばいって、やばい、マジで。やっとだよ。やべえってそれ。ああ、やっとだ。4じゃやべえって。10個ぐらいねえと。死んだかも。お、よし、マジか。タック。あ、やばい、それやばい、それやばい、やばいって。いやー、恐れていたことが起きてしまった。
そう、いくら AT レベルが高くても勝負球をためらなかったらああいう風になってしまうと。はい、ダメはい、当たりません。はい、当たんない。正解だ、止まりましたよ。あ、いったよ早く当たってくんねえかな正解だ、2200枚目。まあまだ272回転なんで、まあでも辛い。前回もちょっとね、6万7000テルやられてますからね。その前まで調子良かったんですけどね。はい、これで2500枚5万テルやられました。そろそろあれがなりそうだな。コインいっぱいですよーが、当たんねえかな。当たんな。3000枚出るかな隣のことはもう4500枚ですよ。さあ、あと100アブシ以内に当たります。さすがにね、2回連続なんてね、そんな薄いことは、そんな奇跡は起きない。あ、落ちてこない。あ、これか、落ちてきた。フォークス、あれ剣、あれ、あ、おひどいね、いたぶるね、俺のこと。もう1500ギリギリまで持ってってやろうみたいな、いじめるね俺を。セカドーし、おじさんお腹減った、ごめんね。もう2000何枚だろう、3000枚近くやられてんだよ。ほら来た来たほら来た来た、強いね、さすが。あら、そっ、お、お、何ですか。拾う。まあね、今投資が2850枚なんですよ。
まあ、2850枚全部出なくていいんですよ、ね、せめてね1000枚、1500枚、2000枚ね、出てくれれば、もっと上がれ、左赤まで行っちゃおう。あー、何色ですか。緑のまんま、赤に上がってほしかった。よっしゃー、3回目の初当たりでございます。2850枚、あのー激闘。あーひどいなこれ。はい、終わり。ひどい。 いやなんだよ。出た出た出た、期待させるだけさせといて。ほらほら、ひでえ。いやーひどいわ展開が。俺のことバカにしてんのかマジで。食らってんじゃねえよ。ニゴロ、ニゴロ抜け、ニゴロまで行って当たんなかったらやめる。おお、行った。さあこれで行くでしょう。ニゴロは。7枚、テンション上げていくか、最後だし。おいおい、おう、おい、頼むわマジで、頼むわマジで。いや、やっと出てきたよ、なんかいろいろ。お、でもなんかいたね。取った取った。ありがとうございます。やっと来た。あ、天に返そう。もう
続けていくわ。だってもう落ちるとこまで落ちたからね。パンチキック、パンチキック。いいよ、避けろ、食らう、立ち上がれ。危ない別にもう何枚出ても何枚でもいいよ、マイナスでもいいからね。天に返せ、パンチキックで来い。よけろけんちゃん、じゃあ立ち上がれ。はい、どう、立ち上がれ。うん、よし、ナイスファイト出た出たよ。よけろけんちゃん、よけろ、やめて、立ったらすごい。あー残念、けんけんけん、あー終わった、残念。まあいいや、とりあえず9個溜まりました。はい、シャー、よし、やっつけた。1回ぐらい勝てよ。勝てって。よし、これで確定です。あのこの時にベットをして戻らなかったら確定。どうでもいいことだけど、リプレイの時はできないんですけど、やっぱ6個ぐらい使うよな。なんか押したんだけどな、これがやばい流れになっちゃった。あー全部死んだ。おお、すごい、ある意味すごい。あー98枚。あーそうか、ちょっとあったな。ここ赤だけどね。まあお、当たった25で当たった、ラッキー。緑か赤が良かった。真ん中ぐらいですからね、緑って言ったって。あー1個が4、ジャギー、単発ですか。
ダメでした。はい、ということで、北斗の拳転生の章打ちました。投資枚数が2850枚。さて何枚取り戻すことができたのか、早速流してみたいと思います。えいさあ、ちょっとねコインを流す前にちょっと、まあ、狙いだったエウレカセブンはどうなってるか。おお、4940枚。こちらは3000枚。ああ結構全体的にいい感じですね。残念。さあ2850枚あるかな。あるわけないね。746枚。はい、ということで今回の結果746枚無念。はい、ということでエウレカセブン狙いだったんですけどね、抽選番号は28番だったかな、26番だったっけな、でね取れなくて残念ながらね、あと化け物語も取れなくて、で北斗の拳転生のショーでね天井行ったにもかかわらず、あの有様でございます。本当すみません。ということで今回の結果ですね、2850枚投資の、746枚ね獲得ということで、マイナス2104枚ねということでね、すいません、まあね最後まで頑張ったんですけどね、ちょっともう一回はさすがにちょっと狙えないということでねもう本当すいませんでした。ということでね、でもエウレカセブンすごかったですね。なかなか全体的にいい感じでね、そんな信頼を楽しく出ちゃうこちら、キング専門店参戦でよ。ちょっとだけもう話題の信頼はバンバン続々ねパチンココーナースロットコーナーともに、導入してますのでね、そちらの詳しい詳細は PR とまたはメール会になってね情報をゲットして、こちらキング専門店さんね来ちゃってください。あとですね、たまにこうライターさんとかね、あと閉店くんとか呼んでくれるようなお店なんでね、そちらの情報も PR とまたはメール会になってね情報をゲットして、こちらキング千本店さんへ来ちゃってください。今回僕は負けました。次回は頑張ります。人並みの引きが欲しい。はい、ということで引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ。えいえい。